悪魔召喚の断り。それは呪術をもって呼ばれし者は呪術をもって帰還ならし、人に呼ばれし者は術師を主とし、その命をもって呪縛をあがなわぬ限り人のように縛られる。夢ですの。いや、これは夢っていうか嘘はいけませんの。大都会、東京、この世界の片隅に今日も悲喜こもごものドラマが繰り広げられている。鍋に牛脂を引きますな。そしてネギを焼きますな。香り出しですな。いい香りだな。ほんといい香り。焼き色がついたら一度取り出して肉を焼きますな。主よ、お許しください。天使の身でありながら魔女のサバトに来てしまいました。花園ユリネ、空腹のペコラをかどわかし、一体何を。いくら貧しい身とはいえ、これでは主に合わせる顔もありません。さっと肉の両面を焼きますな。肉、肉、肉、肉に火が通ったところで、ジャキンちゃん特製割りした。お、ふいっと回しかけますな。これは今日の割り下の完成度はすごいですの。私、絶対的。あとはこの野菜を入れて色がつくまで煮たら完成ですの。しかしゆりねちゃん、羨ましいな。私たち、こんないい肉を送ってくれる親戚がいてさ。そんなしょっちゅう送ってくれるわけじゃないわよ。そうですの、我が家のすき焼きは肉が入ってること自体稀だからな。ん、いつものはこんな。今日はラッキーだったな。お前もお礼に親戚の肉そぎ落として送ってもらえよ。それじゃ共食いになっちまうじゃねえか。あ、肉が煮えてきましたな。美味しそう。あ、ペコラちゃん、はい、卵。あ、どうも。いただきますな。いただきます。まあしょうがないですよね、お腹が
が空いていたんですもの。シモ、お許しくださいますよね。うわ、とろける、うめぇ。もうもうね。おい、ペコラ、なぜお前がここにいるんですの。ここは魔族の食卓。お前は天界のものであって、我々と糧を共にする存在ではないはず。え、ペコラちゃんって天使だったの。今さらお前に呼ばれたのだが。うん、ペコラ、今日すき焼きやるから来いよ。すき、写真ちゃん。何言ってんだおめえ。そんな昔のこと忘れましたの。どっかで天使の輪なくして天界に帰れなくなったやつに名前割れたくねえですか。それは。おい、いい加減にしろよ。うるせえですか。写真ちゃん、うん、食べるときは楽しくね。でも食べるときは仲良くね。はい。全部嘘ですの。ペコラ、仲良くしますの。なんですか急に。ほーら、ペコラの分取ってあげますの。仲良しですな。写真ちゃんから。まったく。ほらよ、だ天使、肉がうまい。あー、美味しいな。さすが和牛。あの、ペコラにもお肉を。それ、一度器に取ったら全て食べきるまで次を取ってはいけないんですの。うちのルールですの。ああ、有名。肉めめっちゃ。そもそも私は、堕天使ではなく天使なのだが。めぇ。白滝も白菜も美味しいけど。美味しいけど。お肉。やっと食べ終わりました。白菜はお腹にたまりますね。次こそはお肉を。また取ってやるよ。ほらよ、だ天使、ちゃんとあげるよ。こら、邪神ちゃん、どうしてそういう意地悪するの。まったく子供なんだから。ろくなもんじゃねえ。はい、ペコラちゃん、あーん。あ、え、あ、あーん。おいしい。おいしいです。よかったね。天使、もう誰が天使かわかりませんの。ほら、ペコラ、もっと肉食べなさい。ルールなんて気にしなくていいから。はい。くそー、みんなペコラに甘すぎですぞ。メデューザ・ミノスはあくまでくせに天使の側に回ってんじゃねえ。気にしなくていいから。やりねえ。そのつもりなら肉全部食ってやる。肉があんなにあったのに。楽しい食卓を。邪神ちゃん、あんたどうすんの。なんとかしないとね。おお、やる気か、やんのか。ごわたし代わりのお肉買ってきます。肉が足りないのよ。やられる前にやる。お前に召喚されて魔界へ帰れなくなった私の恨み、全部まとめてこの一撃で終わらせてやる。邪神ちゃん、ドロップキック。怪人やっぱ絶対に瞬間スペシャルですぞ。残りは総集編で頑張りますぞ。この爬虫類。恐ろしや。食べなか、意外と食べやすい。